さあ、しみさん。はい。ラージマス。ラージマス。釣れそうですか？釣れるっすね、やっぱり。釣れる？お、なんかいいらしいですよ、今。いや、相当いい。私も今、すっぽ抜けちゃいましたけど。おー、いい感じっす。いい感じっす。結構今、ボトム今感じて取れてるんで。なるほど。ハードボトムですか？柔らかい。柔らかい。それ今何投げてます？今は、HP シャッテル2インチ投げてます。ダウンショット。ダウンショットです。ソフトシェルスモーク。おお。これで、午前中奇跡を起こしました。それはまあ、日立のチャンネルの方を見ていただければ。そうですね、そうですね。ぜひ見ていただけると、嬉しいです。で、先生。はい。ラージは難しいな、これ。でも、いますよ。いや、いるっすよ、いるっすよ。ただ、多分、船長に聞いてもらうと分かるんですよ。はい。多分、ここラージのポイントじゃないんですよ、多分。あ、なるほど。うん。多分ですよ。船長、どうですか？ラージいますか？奇跡的確率が起きないと釣れない。そこの奇跡を起こすのがこの男。おだてりゃいいと思うんじゃないですか。おだてりゃいいと思うんじゃない。これ無理でしょ。おだてりゃ出るかなっていう。おだてりゃ出るかな。釣れない。釣れない。釣れない。ラージ。ラージ。無理。さすがに。さすがに無理です先生。一気にちょっと無理難題押し付けちゃいましたかね。ちょっとスーパーハードですねこれ。うん。ラージは。もうあれですか、諦めましたか。いや、なんかもう船長が、俺の心をポキーで折る言葉言ってきたからもう無理だよね、もう。だって船長がさ、めっちゃ来てる船長が、もう奇跡的な確率じゃないと、心ポキーですよ、ポキー長、ポキー長。シミさん来ました、シミさんが来た。ラージか、ラージなのか、どうなんだ。もしかしたらまたあれじゃないの。またあれじゃないの。ラージか。あ、どうだ。何ですか。まあまあ引くっすよ先生。引きますね。まあまあ引くっすよ。引きますね。おー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 、青物みたいな。青物みたいな。元気ですね。やっぱね。上がってこい。ロックフィッシュみたいですね、やっぱりね。うん。そう、まあまあいいんじゃないですか。おお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 お、まあまあいい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 。あ、結構サイズいいんじゃないですか。今のペーペーペーはない。これだね、これ完全に。ペーペーペーはシミさんですか。ペーペーペー。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。あ、見失った。おお、ありがとうございます。いやー、イエーイ。これがイバラのラージマスです。ノー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 。かっこいいですね、やっぱりね。口小さいね。これスモールです。ミッション失敗ね。まあでもガラスキレイですね。うん、かっこいい、かっこいい。うーわー、綺麗。うん。まあ、ただお題失敗と。お題失敗です。ナイススモールパス。ありがとうございます。じゃあ、新見さん、罰ゲーム確定でーす。つったのにね。先生のお題は、5分間で、釣る、あ、3本。3本。無理でしたね。無理でしたね。無理でした。うん。まあ、あとちょっとだったっすね。まあ、そうですね。ちょっと結構際どいとこだった。はい。うん、ちょっと、ボトムのストラクチャーを探し当てれれば。そうだね。まさかボトムに1分かかると思わなかったもんね。ボトムに1分かかると思ってなかった。そうそうそう。そこちょっと予想してなかった。決まりなんで。はい。お題を達成できなかったということで、罰ゲーム。で、この罰ゲームが、一木用と、新見さん用があります。あ、分かれてんすね。そうです。なるほど。で、今から私が先にやります。あ、先生から先にやるの。そうです。3つ用意されてて。お、3つ。はい。でそれを、まあ、引いたやつをやると。なるほど。はい。あ、やるぞー。さあ、今ガサゴソしてます。今ルル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 ル。うわ、これ、なかなかだね。アングラーズアイドルってできるんですか、これ。まあ、ギリ。ギリ。ギリギリのライン。いや、でも罰ゲームは罰ゲームなんで。うん。自分で決めたことなんで。なるほど。はい。
相当だね、これは。相当ですね。相当です。はい。じゃあ、まあ、しょうがないんで、しみさんちょっと振ってもらっていいですか。わかりました。はい。ここの準備は OK ですか。はい。じゃあ、カウントダウンからのどうぞいきます。わかりました。いきます。徐々に緊張してきちゃってるじゃん。はい。いきますよ。うん。3、2、1、9! いや、あー怒られそう。これ流れちゃいましたね、今。流れちゃった。フルフッキング TV についに変顔が。あー怒られちゃう。怒られちゃうっすね、これ。バットがいっぱいついちゃう。じゃあ次、しんみさんの番ですね。わかりました。じゃあちょっと準備します。はい。しんみさんパターンの。了解です。はい。ちょっとゴソゴソするんで。ちょっとしばしお待ちをと。しばしお待ちを。お待ちを。絡んでくるなぁ。今日絡んでくるなぁ。お待ちをって何一回切りますよ、もう。はい、切ってください。ということで、はい、しみさん罰ゲームです。了解です。もうこんな入ってるんですね。入ってます。あのね、3つ入ってるんですよ。3つ。ああ、感触的に3つありますね。はい。なので、ちょっとどれか1つ選んでいただいて。はい、俺だけエクストリームモードとかないっすよね。エクストリームモード？うん。なんかすごい、ここから飛び降りろみたいな。そんなないっすよね。あ、ないです、ないです。全然そんな。セーフティーのやつ。セーフティーです。全然セーフティーです。わかりました。じゃあ早速いきます。はい。ドゥルルルルルルこれでいきます。さあどれだ。せーの、あ、こうかな。タガメです。何タガメって。しんさん一番やばいの引きましたね。タガメって何。しんさん何一番笑っちゃってるやん。一番やばいの引いた。何タガメって。なんかすげえ嫌な予感しかしない。タガメ相当やばいの仕込んできたな、これ。先生。しみさん、タガメ、こちらっす。ガチじゃねえか、おい、これ。しみさん？はい。タガメでございます。タガメだね。え、これ、自分のあれあった？それ。ありました？それ、選択肢。ありました、ありました。本当に？はい。これ、後で見るからね。俺だけ入ってるとかないしだよ。あります、あります。あります？はい。見たことあるんですか？ないです。さらに。結構頑丈な。あ、本当だ、うん、どんなあれなんだろう。実物見たことある？ないです。先生はない。はい、名前は知ってたんですけど。いや、なんか、うん、ちょっと待って、これちょっと待って、手に出すのも怖い。あ、手に出すのも怖い。いくよ、うん、いくよ、これ。うわやばいよ先生。やったな、これ。え？先生。先生、やったな、これ。先生、これ、ほら。後ろ見せていい？後ろ見せていい？俺、こんな、ヒバルでこんなに景色いいところで。いやー、これじゃあ、目が超クリクリしてんだけど。そう、寄り目ですね、結構。いや、まあまあの寄り目っすよ。タガメって。まあまあ、もうそろそろいい？もう行っちゃっていい？もう行っちゃってください。いつだって。じゃあ行きますね。マジで？なんで俺、俺こんなにフルキング TV で体張るんだ俺。行きますね。ちなみに一番体張ってます。張ってるよね。はい。気になんないよね、今まで。うん。あやばい、ここまで来るとちょっと面白いですね。行きますよ、じゃあ。マジで？あ、え、うまいの？顔が。顔が。ちょ、一口でいっちゃう？一口で。ちょっと待って、ちょっと待って。うん。味の感想だけ教えて。なんか。うん。時々痛い。味じゃない。味じゃないじゃん。
かしくないですよ。高めさん、高め高め高めだったらおかしいですよ、だって。いや、大中小の大が高めですよ。本当に？うん。じゃあ見てもいい？まあいいですよ。いい？はい。この3つでしょ？はい。でどれが高めかわかんないけど。うん。で、まあ1つ目いきます。うん。あ、高め。あ、高め、高め、すごいね、すごい、ね。また出ちゃったね。2連続高め？ 2 連続高め出ちゃった。うん、すごい、なんか俺すごい、高め相当食いたかったのかな。多分食いたかったじゃん。食いたかったのかもしれないね。うん、本能がね。うん。よし、じゃあ次2枚目。うん。2枚目いきます。はい。これが問題ですよ。これが。うん。これなんて書いてあります？メダカ？プリオさん、これなんて書いてあります？これ。メダカだね。うん。メダカです。タガメですね、これ。大中小のタガメなんだ、これ。あ、そうそうそう。中タガメ。そうそうそう、中タガメ。中タガメ。あ、なんだ、そう。いや、先生、それ早く言ってよ、それ。ごめん、ごめん。ごめんね。ごめんね。じゃあ、最後ね。うん。最後。ね。メダカ。タガメだね。